カブトムシとクワガタでバトルダグー。審判は僭越ながら私モグタンが務めさせていただく。立派な角を持ったカブトムシが勝つか、丈夫なハサミを持ったクワガタが勝つか、みんなはどっちが勝つと思う？それでは勝負始めぐー。お、クワガタくんもカブトムシくんも攻めてるぐー。おっと、いい勝負だぐー。うわわ、観客席にも被害が及んでるぐー。白熱した戦いだぐー。どっちが勝つか目が離せないぐー。カブトムシくん、クワガタくんを押してるぐー。いい勝負だぐー。うわー、みんな巻き込まれてるぐー。カブトムシくんの勢いに押されてクワガタくんが後ろに動き出したぐー。クワガタくんが逃げ出したぐ。この勝負、カブトムシくんの勝利だぐ。この勝負、カブトムシくんの勝利ぐ。いやー、いい試合だったぐ。みんなも見たぐ。あれ、みんなカブトムシくんとクワガタくんの試合に巻き込まれて倒れちゃった。そのくらいすごい試合だったぐ。カブトムシくん優勝おめでとうぐ。クワガタくんは次回頑張るぐ。またかっこいいバトルを見せてぐ。卵の中のどれか一つだけにココタマが隠れているよ。どの卵の中に隠れているかみんなわかるかな？正解は緑の卵の中にゲラチュが隠れていました。緑の卵を選んだ人は大正解、おめでとう。アソブームの動画は面白かったかな？他にも面白い動画がたくさんあるから、ここのチャンネル登録というボタンを押して、チャンネル登録をして楽しい動画たくさん見てね。動画の右上にあるこのマーク。このマークをポチッと押すと楽しい他の動画を見ることができるよ。ぜひぜひチャンネル登録をして他の楽しい動画もたくさん見てね。アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。ココタマの動画もたくさん用意してあるよ。